くやな。うわすごい、マンゴーすごい。これくらくらすんのかな。あまあまあ、ここは観光地やもんな。せいせい豚肉系、鶏肉、豚肉多いな。すごい広いな。ここはフィリピンの人からすると高級スーパーなんやろな。成城石みたいな紀ノ国屋とか。すごい、ちょっと敷居が高いんだろうな。全部値段がちょっと高いな。100ペソ超えが多すぎる。すごいらしくて、ホワイトなんとかってやつ、あ、ないな。帰りに買って帰ろう。あー、電気製品ある。あ、扇風機ね。扇風機、まあ、扇風機いるね。これは何だ、エブリゲーバー冷蔵庫。あ、ほんま冷蔵庫。浜寿司ってどこだ、日本のメーカーかな。浜寿司って日本のメーカーかな。ね、なんかね、あ、浜寿司の炊飯器もある。浜寿司赤と師匠みたいな、まあ我々ね、昔の古い人。そうですね。あ、オーブンとかね。これはなんだ。なんかよくわからんけど。まあいいや。洗濯機、あ、二層式、なんで一層にしないんやろ。あ、あれ技術って結構いるのかな。なあ、これ一層があるのに。テレビね、テレビ案外安いんだな。他の国のスーパー見るのは楽しいです。あ、これが大事だな。340ペソ、へえ。
け、あとは韓国の酒、300円ぐらいかな。チャミスゼロこれ。メイドインコリア。お酒ね。